ニックネームはザ・シルバーフォックス。高校時代は様々なスポーツをこなし、アメリカンフットボールでは強肩の7QBで60ヤードを投げることができたと言われている。卒業後は野球に専念。1944年にマイナーリーグでプロとしてのキャリアをスタート。1945年は兵役につき、1946年に復帰。1947年4月17日にブルックリン・ドジャースでメジャーデビューを果たした。もっともこの年は40試合の出場でマイナーに降格し、翌1948年もマイナーでの開幕となったが、後半にはメジャーに再昇格。初のフルシーズンとなった1949年は23本塁打、92打点を記録。1950年には31本塁打、107打点の活躍で、初のオールスター出場を果たす。以後も主に3番を打つ、ホームラン打者として活躍。それと前後して、ジャッキー・ロビンソン、ロイ・キャンパネラ、ギル・ホッジス、ドン・ニューカムらの1950年代を代表するスター選手がデビューし、ドジャースは毎年のようにワールドシリーズに出場し、同じニューヨークに本拠地を置くヤンキースに阻まれ続けたが、その中でもスナイダーは1952年と1955年の2度、シリーズ4本塁打を記録している。1955年には打率309、42本塁打、130打点の成績を上げ、チームのリーグ優勝に貢献。ワールドシリーズでは、これまで3度にわたって、苦杯を飲まされたヤンキースを破り、球団史上初のワールドチャンピオンに輝いた。1956年には、自己最多の43本塁打を放ち、本塁打王に輝く。シーズン43本塁打は2001年に、ショーン・グリーンが49本塁打を記録するまで、長らくドジャースの球団記録だった。もっとも、これは狭いエベッツフィールドを本拠地としていた、ブルックリン時代での記録で、ロサンゼルス移転後のチーム記録は33本塁打だった。この年もワールドシリーズに進出するが、再びヤンキースに敗れる。同年オフには、日米野球で、ドジャース単独チームとして来日。各地で強打を見せつけた。ドジャースは1958年にスナイダーの故郷ロサンゼルスに移転。地元ということもあり、人気を博したが、移転後は年齢的な衰えや当時の球場の広さもあり、最多でも23本塁打に終わる。チームはブルックリン時代の強打のチームから投手を中心とする守りと走塁を軸とする機動力のチームに切り替え、1959年にはシカゴホワイトソックスを破り、移転後初のワールドチャンピオンとなった。本拠地、ドジャースタジアムが完成した1962年を最後にニューヨークに戻り、メッツと契約。球団創設2年目のメッツでプレーするが、129試合出場で14本塁打に終わると、1964年の開幕日には、ブルックリン時代以来のライバル、サンフランシスコジャイアンツに移籍。この年限りで現役を引退した。引退後は、モントリオールエクスポズ専属解説者を1973年から1986年に渡って務めた。スナイダーのドジャース在籍時の背番号4。ロサンゼルスドジャースの永久欠番に1980年指定。1980年に、記者選考でアルケーラインと共にアメリカ野球殿堂入りを果たす。同年、殿堂入りを記念し、スナイダーのドジャース在籍時の背番号4は永久欠番に指定された。ドジャースでの通算記録のうち389、本塁打、1271打点、三振1123、長打814はいずれも現在も球団記録となっている。2011年2月27日、老衰のため、カリフォルニア州の病院で死去。84歳没。ありがとうございます。